あと小学生の、なんか分かんないですけど、小学生のうちから筋トレしちゃダメみたいな、俺めっちゃ聞いたんだよな、それ。成長止まっちゃうからですよね。って言われたことあるっす。あの、成長期の時に筋肉が固めちゃうと、まあ、背伸びなくなっちゃう。みたいな話は。そういうことなんだ。まだ、関係あるのか。関係ない。まあ、なんだかんだ遺伝子だと思うんですけどね。いや、遺伝は相当あるでしょ。やっぱ体でかいやつって親もでかいもん。でかいです、でかいです。うちはもうちっちゃいんで。うちも細いんで、僕も細いんですよ。くんちも身長低いから。70センチは。だからその後にアメフトやってんすよ。あ、そうっす、野球。大学入試で、面接行った時に、はい、大学入ったら何しますかって言われたんで、まあ、言うことを考えてなかったんですよ。だから野球やってたから、とりあえず高校野球やってたので、次も大学でも野球やって学校に貢献してないですよ。めちゃくちゃいいじゃん。言ったんですよ。そしたら気づいてアメフト入ってて、はい、チームの中で新人賞に選ばれて。すごいよ、ね、すごいっすね。いや、たまたま本当にただボール持って走ってただけなんですよ。ランニングバックだ。そう、ランニングバックだった。アイシールドの言うセナと一緒の。ああ、そうだ。こんなん死ぬやろみたいな、うん、こんな脊髄バコンいってるようなタックルでも全然。だから首の骨折れんじゃないかって思うんですよ。めちゃくちゃ死んでますよね、俺ね、うん。危ないですよね。危ないですね。だ誰にでもでもチャンスがあるスポーツだからめちゃくちゃいいですね。しかもキャッチする専門の人が多いの。わかんないけど。あれはめっちゃ蹴るやつ。あの、60ヤードマグナム。ああ、キック専用で、ね。キック専用でも交代できる。そう、キック専用だからその時にしか出ないんですよ。あ、キックが上手いから。アメリカの NFL の選手とかも、このボールをただ一回っていう。試合始まるじゃないですか。その試合の時に蹴るだけの人なんですよ。だから蹴る以外しないんですよ。じゃあそれまでベンチにいるってこと。そうです。だからで途中途中蹴るシーンがあるんで、その時以外は出ないんですよ。本当に蹴る専門だけで億とか稼いじゃうんですよ。すごい、すごいですね。本当そうですよ。だから逆に言えば、俺みたいなクソみたいなガタイでもめっちゃキックうまかったら、その時だけ試合出れる。あ、そうなんですよ。それでしかも億稼げるんですよ。NFL とか行ったら。そんなしょぼい、しゃばい商売じゃないと思うけど。いや、で本当にそうなんですよ。どれか特化して練習すればいいんですよね。どれか一個だけ特化すればいいんですよ。一個だけ完璧にすればいいんだ。そうなんですよ。でキャッチさえうまければいいとか、足速くなくてもいいから、例えばキャッチさえうまければいいとかだったり、例えば。めちゃくちゃすごい、あれは。ラグビーってさ、前にボールをパスしちゃダメじゃん。ダメっすね。絶対横か後ろだね。横、これっすよね。後ろっすね。アメフトはいい。アメフトはどこでもいいっすね。あ、アメフトはいいっすね。へぇー。前に。